平和主張会議は、反核運動を促進する世界の地方自治体で構成される国際機構である。1982年に当時広島市長の荒木、武士の呼びかけにより設立された。平和主張会議は日本で始まり、その後世界に広まっていった。市長が参加を表明すれば、その地方自治体は2020年までの、 核兵器廃絶を目指し、そのための交渉を推進することを約束する。核兵器廃絶国際キャンペーンに登録。1991年5月、国際連合経済社会理事会、NGO 委員会のカテゴリー2に登録。2001年8月、第5回世界平和連帯都市市長会議を、広島市、長崎市で開催。 23カ国100都市と2団体が参加、平和市長会議に会唱。2013年8月、第8回平和市長会議総会、第3回国内加盟都市会議を開催を、広島市で開催、日本語名を平和市長会議に会唱。4年に一度総会が開催され、世界中の加盟都市から市長が参加する。2020年3月1日現在、 世界163の国と地域の7869の自治体が加盟している。国別で見ると最も多くの都市が加盟しているのは日本で世界で唯一の被爆都市広島市、長崎市を筆頭に1733都市が加盟している。ヨーロッパでも多くの都市が加盟しており、ドイツが最も多く679都市が加盟している。 この平和主張会議の運動は、核保有国にも広がっており、アメリカ218都市、イギリス81都市、フランス158都市、ロシア67都市、中国7都市が加盟している。ありがとうございます。